今日は荘園について勉強している人や、私のように高等学校で荘園について高校生に説明する立場にあった人に呼んでほしい一枚の資料を紹介します。鎌倉佐帆先生が書いた、基新地形荘園を捉え直す、鹿野古儀賞の問題点という3ページの文章です。実況出版のダウンロードというページから pdf で取り出すことができます。この資料が当時私が勤めていた学校に送られてきたのは2011年の2月のことでした。その頃私、荘園についてちょっと悩んでいました。高等学校の教室では金子儀賞を使って寄進地形荘園を説明します。ところが、私、大家漁柳野賞、後に東寺漁柳野賞になる愛宵医師で生まれて育ったんですが、 この町の歴史を説明するときに、矢野の章を説明しようとすると、開発領主の旗のため時が、この地域を開発して、国師、冬和の秋末に寄進して、冬和の秋末の孫娘、美福門院が継承して、美福門院は、鳥羽上皇の皇后になりますから、1137年、鳥羽上皇の院の長によって、微福門院が持っていた、 この地域を中心に周りをガサッと取り込んで大家用屋根の省が成立します。その時に開発時から5キロほど離れたところにある旧区分田を中心にした上理性の地域、国賀寮を省エの中に取り込んでしまうんです。開発領主が開発したこの土地が非進地形省エになることはわかるとして、なぜ をを作るるにを取り込んでしまえるのかこれがですね、どうやって説明するんやと思っていたわけです。そこに送られてきたのが、この鎌倉佐保先生の寄進地形荘園を捉え直す鹿野古儀賞の資料には問題があるんだ。鹿野古儀賞の資料を使って荘園を理解すると荘園は理解できなくなりますよという文章でした。で、これ読んで、 この文章に従って考えれば、さっきの私の疑問は解けるということから、二つのことが分かりました。金子儀長の使用には問題があるんだ。鎌倉ッフ先生が言ってることは正しいんだ。私、矢野野章に住んでますので、矢野章にはたくさんの荘園研究者がやっていきます。で、中でも、今、別府大学の先生になっておられる赤松秀明先生が大学院生の頃に、 私、何度も矢野荘を一緒に歩いて、荘園について教えてもらったんです。この鎌倉佐帆先生の書いてあることって、どうなんですかって赤松さんに聞いたら、荘園って上から作っていくんですよ。陰と石関家が上から荘園を作るんです。今、そういう考え方が常識になっています。ええー、そうやったんや。開発領主が寄進して、 両家になって、両家が禁止して本家になるっていうのは、あれは何だったんだと思いました。その後、伊藤俊和先生の荘園という中高新書が出ました。ベストセラーになりました。この本の中にも、田中儀賞の資料には問題があると書いてあります。今から11年前、実況出版が送ってきてくれた、この鎌倉佐久先生の文章で、私は <laughs>、 荘園に対する教え方がコロッと変わりました。それまで教えていた高校の授業、あれは一体何だったんだろうと反省するところですね。では、鎌倉佐保先生の文章を読んでいきます。はじめに、高校日本史の教科書では、肥後の国、鹿野古儀章の資料を取り上げて、荘園の形成過程を説明しているが、この資料に問題があることは、1970年に指摘されて以来、 中世史研究の分野では周知に属している。それなのになぜ今田教科書では科目衣装の事例を使い続けているのか。さらに通常教科書では寄進地形荘園の説明を陰性の成立の前に置く。しかし中世につながる寄進地形荘園の多くは陰性期に入ってから形成されたものであって、ここに若干の時間的なズレがある。 私がフィールドにしている矢野野章も、五三条天皇の荘園生異例があって、その後で開発が行われて、1137年の陰性期に鳥羽上皇が荘園にするんです。最近の教科書は、五三条天皇の荘園生異例からが中世になっていますので、この荘園が開発されて荘園になるのは陰性期のことであって、平安時代ではないんです。 鎌倉佐保先生が、寄進地形荘園の多くは、陰性期に入ってから形成されると書いておられる通りです。さらに、鹿の古偽章のこと書きという資料そのものには問題がある。なぜこの資料が問題かということは、文章を読んでみてください。では、なぜ問題があると指摘されながら鹿の古偽章の資料を 教科書の中で使い続けているのかそれは、開発領主の成長発展こそが中世社会政治の原動力として捉えられてきたためである。開発領主の発展を基軸とした非新地形荘園の説明に、開発領主、社民寿命から始まるカノコ儀章の事例は、都合が良かったのだろうが、 この通説自体にも問題があることが近年明確に認識されるようになってきた。これ2011年ですから、今から13年前の資料です。なお、2020年代に発行された岩波講座日本史これの最新バージョンの荘園のところは、鎌倉佐保先生が執筆されています。当然、 この短い文章に書いてあるような論理で、岩波歴史講座の日本史最新版は著述されています。カノコギノ賞の事例に問題があって、かつ荘園はどうやって成立したのかという通説が変わっていっている現在、高校生に教える私たちとしてはどうすればいいのかについて、終わりにというところで、鎌倉佐保先生は、 このように言っておられます。基準値形荘園形成の問題は、荘園領主側の主体性と陰権力を核とした再編成ということを含めなければ正しい説明ができない。これは私が赤松先生に教えてもらった、荘園は陰と石関家によって上から作られていくんです。 最近、大学の荘園研究者の間では、それが通説になっています。ということと一致していますね。寄新地形荘園形成の時期は、陰性期。武士が寄新地形荘園形成に参入するのも、12世紀、鳥羽陰性期のことなのである。大清山の将が形成されるのは、1137年、鳥羽上皇の陰性期です。ちなみに、 木語の国、カノコギの章も、鳥羽王家の一員である、カエノインの荘園として成立するのは、鳥羽陰世紀なんです。では、どうすればいいのか。鎌倉沙保先生はこのように続けます。教科書から、まだカノコギ章の事例が消えないのであれば、つまりカノコギ章の資料はもう使うのをやめたらどうですかというのを前提にした上で、それでも、 カノコギノ賞の事例を使うというのであれば、まず、基準地形荘園の形成を陰性期の問題として説明してはどうだろうか。定年退職になる10年ほど前に最後に使っていたこの教科書。この教科書は、平安時代の最後の方にカノコギのシの,の資料が出てきます。そこから何ページかめくったところに、ここから中世ですよ。 というページがあって、その次に五三条天皇の記録荘園兼刑書が出てきます。ところが、実際の時系列の関係は、五三条天皇の荘園生理例があって、その後荘園が増え始めて、例えば大城矢野の賞の場合は、1137年に荘園が成立します。 五三条天皇の荘園整理例の後に荘園が増えていきます。この因果関係で説明しないと荘園はわからない。と私は自分の住んでいる矢野の省というフィールドと鎌倉佐保先生の資料を読んで深く認識しました。とすると、今まで私が高等学校で教えていたときに そこのところをきちっと説明できていたかなというですね、まあ、反省をしながら高等学校を退職しました。今、時々町の人から矢野野章の歴史を説明してって言われて市民講座なので矢野の章の話をすることがあるんですが、その時は迷わず鎌倉佐保先生の文章の論旨に従って説明することにしています。